はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はウクレレソロ弾いた時に音が綺麗につながらないんです。はい、これの原因、それから練習して調整、直していく方法、これについてのお話をお送りします。はい、音がつながらないというのは多分こんなことではないでしょうか。ドレミファソラシド、弾いてみます。はい、音つながってますよね。これをつながらないように弾きます。違い分かりました？最初の方はドレミファソラシド、2つ目の方はドレミファソラシドっていう風に微妙に間に休符のようなものがありますね。こういう風に単音弾きで音がつながらないという場合ですけども、これ原因は右手と左手のコンビネーションがうまくいってないんです。これコンビネーションをうまくいかせるっていうのは、左手ですね、次の弦を押さえた、次弾くところを押さえた瞬間にピッキングする、はい、押さえた瞬間にピッキングする、押さえた瞬間にピッキングする、これができてないんですね。どういう状態かというと、左手に原因がある場合、弾いてピッキングする前にもう先に押さえちゃう、はい、先に押さえちゃう、先に押さえると、まあ言うなれば音を止めてるようなもんですよね。左手で一回ずつこう止めてるような感じになります。これで音が切れるんですね。で、今度は右手のピッキングに原因がある場合、これは弦に早めに指を置いてる、一弦どこだったかな、弾く弦どこだったかなっていう風な感じに毎回ちょっと早めに置いてしまう。こうすると置く段階で音止めますよね。こうやって、はい、置いたら弾いて、置いたら止まる、弾いて置いたら止まりますよね。こういうことをやってるんです。逆にこれやれっていうと高度なテクニックなんですよ。これを、修正します。どうやってやるかというと、よくこのウクレレ講座見ていただいてる方にはもうすでにご存知かと思うんですけども、ウォーミングアップの練習、これです。クロマチック半音ずつこう上がっていくものなんですけども、こうです。これ今横の動きでやってます。ちょっと早めに弾いてますよ。音切れてないですよね。はい、で今度は逆に戻ります。音切れてないですよね。全部が同じ音量、大きくなって小さくなって、大きくなって小さくなって、これはダメですよ。全部平均的に綺麗な音が出る。はい、これ、BJ と一緒にウォーミングアップで検索すると、今横の動き、それから縦の動きっていうのはこっちですね。で、斜めの動きっていうのが出てきます。これ一日練習する前のウォーミングアップとして一回でもやれば、随分この、一日二日では無理ですよ。長時間かけてゆっくりと右手と左手のコンビネーションが揃ってきます。そうすると、こうやって綺麗なドレミファソラシドが簡単に弾けるようになります。これぜひ練習に取り入れてください。動画で詳しくやり方説明してます。 BJ と一緒にやりましょう。ワン、ツー、スリー、フォーっていう感じで一緒にやる感じになってるんですが、これをやってる方の中ですごく多いのが、小指と人差し指がうまくいってないんです。こういう状態、分かりました。小指まで行って、次人差し指の間に休符が入るんです。これがすごく多いです。皆さんやってると大体半分以上の方がこれの症状に陥ります。これにならないように、この動画を見た方ですね、はい、綺麗に小指を残して、人差し指が入れ替わるところまで小指の音を残して、もう消えちゃいましたけど、小指を残しといて、こうです。必ず小指を切らないで人差し指に取り替えるという、これがすごく大事なんです。これあの単ってやってる方はやっぱりソロを弾いた時に小指から別の指に行く時に必ず音が切れます。これせっかくこの練習をしてるのにもったいないなと思うことがよくあるんですね。これ綺麗に、ほら、小指から切れてないですよね。はい、これを目指してください。戻りもそうです。で、人差し指でチャッて切る癖がついてる人もいます。これも気をつけていただいて、はい、
どこも切れてないですよね。はい、これを目指して楽しみながらやってください。これ1日1本でもいいです。忙しかったら1本でもいいです。余裕のある方は4本全部やっていただくといいんですけども、これをやるだけで、今までと違った世界、ウクレレソロの楽しみ、綺麗に音がつながるよっていうところ、先に見えてくると思いますので、楽しみながらやってください。というところで今回の動画は以上です。また別のお話でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできないだから、今は瞬きももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音がない今、僕は忘れない。いつもいつまででも。